こんにちは、シングルリードの電脳博物館館長の久保崎です。今日はこちらのキムズサックスリードというものの、カットの特徴や他のリードと吹き比べた時の音色の違い、おすすめの使い方などをご紹介します。こちらの、キムズサックスのリードというものなんですけれども、まずこ の、 あのキムズサックスというのが、まあ、あのキムさんのサックスというのが、意味の言葉になると思うんですけれども、韓国製のですね、比較的新しい、サックスを、まあ、中心に作っている、ブランドというかメーカーになりまして、割とあの個性的な設計でですね、品質もそれなりにいいものを出しているという話をあの聞いたことがあります。まあ、僕自身はまあこのキムズサックスの楽器というものをまだ吹いたことがなくて、また日本ではあのまだあの出回っている本数などがあの少ないメーカーだと思いますが、最近まあ日本にもあの徐々に入ってきているサックスの韓国製のメーカーです。まあ、これが、キムズサックスリードの実際のものなんですけれども、カットはフレンチカットになっています。で、まあ、このリードを吹いた時にですね、以前吹いたことがあるリードで、非常に、外観やカットのかかり方などでですね、似ているなというふうに感じたものがありまして、まあ、それが、こちらのですね、ジャムリードというものなんですけれども、このジャムリードというのはですね、日本 の、 あのリードということになると思うんですが、ジャムリードストアという、ところが販売している、比較的価格が安いあのモデルのリードになります。カット面のですね、カットのされ方というのが、非常に印象としてはよく似ているものになります。で、全体としてはですね、こちらの、ジャムリードの方が若干小ぶりであり、また、使っている材質ですね、きちんとした足を使っているのかどうか、特にジャムリードの方に関してはよくわからないんですけれども、使っている足の質としてはですね、キムズサックスリードの方がジャムリードよりは、1段階以上いいものを使っているというふうに感じられます。で、まあ、もう一つキムズサックスリードはですね、まあ、このようなパッケージになっていて、中から取り出すとですね、3枚2枚というような形で、この中にリードが収納されるような形になっているものなんですけれども、このリードのケースはですね、プラスチックでできたその骨組みの上にですね、紙でできたホルダーが貼り付けられたような形になっているんですけれども、これはリードを保管するケースとしてはなかなか優秀なものだというふうに思いました。まあ、まず紙のホルダーを使うことでですね、比較的リードを乾燥させやすくしている作りのものなんですけれども、通常のそのバラバラに個別で管理するような紙のホルダーというのはリードの後ろの面がですね、真っ平らな状態をキープするという力が弱いものが多いんですけれども、まあ、このキムズのケースというのはですね、紙のホルダーが、プラスチック の、 平面に貼り付けられていることでですね、普通に例えばこのようにバラバラ の、 紙のホルダーに比べると、しっかり裏面が平面になりやすいものなのかもしれないというふうに思いました。で、このキムズサックスリードの音色や吹奏感の特徴としてはですね、カットのかかり方が非常に似ているジャムリードのものと、まあ、これも似たような印象ではあったんですけれども、既存の有名なメーカーのですね、バンドレン、リコーなどの中では、こちらのいわゆるジャバのレッドカット、赤ジャバに、印象としては一番近いものになりました。で、音色や吹奏感の特徴としてはですね、カットの外観が非常に似ているジャムリードとは、このジャムリードと並べて吹いた時には似ているというふうに感じるようなものではなくて、材質のですね、品質が特にキムズサックスの方がジャムリードよりはいいと思いますので、音色的にもしっかり締まって、エッジも出るという印象ではあったんですけれども、やはりというか、こちらのキムズサックスリードも、バンドレンリコーから出ているようなリードの中で、まあ、あえて似ているものを上げるということであれば、ジャムの時と同じような、
レッドカットですね、ジャマの赤色のものに似ていなくもないリードというふうに、言っていいんではないかと思います。5枚のリードの、均一性や品質という点ではですね、カット自体は非常に綺麗にできているものなんですけれども、硬さをしっかり揃えるということは、十分にできているとは言えずに、5枚のリードの中に、柔らかい硬いというものを、かなりはっきり感じる、ぐらいの、ばらつきがありました。で、粗悪品であったり、カット自体が、悪いというものは全くなかったんですけれども、このキムズサックスリードというものがですね、元々の設定価格の5枚で2000円という金額で見た場合に1枚400円のリードというふうに日本円で考えた時には非常にクオリティが低いというふうに感じるものであり、実際に僕が購入した金額は5枚で1400円程度なんですけれども、1枚あたりの金額が大手のメーカーとですね同じぐらいの金額というふうに見た場合にも、均一性や品質管理としてキムズの方が劣っているというふうに感じるものです。で、特にこの薄く感じた方の3枚に関してはですね、これは吹いた時に、カットなのか、材質由来なのかわからないんですけれども、今まで、たくさん吹いてきたリードの他のどれにも感じたことがない独特のノイズ成分を感じまして、言葉で言うと、ひちりきのようなというか、また大声のようなというか、ダブルリードの楽器であればですね、乗りやすいタイプの、質のノイズで、シングルリードのものであればですね、いわゆる良くなると言われているリードなどでもあまり楽器には乗らないような独特なノイズ感がありました。この七力的なですね、独特な響きという部分だけではないんですけれども、全体的に、硬さを合わせてもクラシックの演奏では少し厳しいものなんではないかと思うんですが、ジャズ、ポピュラー向けの、リードというふうに言っていいと思います。また、カット面が非常に広いタイプですので、マウスピースやアンブッシャーによってですね、吹きにくい、音が出にくいということが起きにくい、いわゆる万能タイプ向けのカットだと思いますし、フラジオの反応がとてもいいという、印象もありました。では、今日のキムズサックスリードも、今から他のリードと吹き比べていますので音色の違いを聞いてみてください。でしょうか。まずリードとしてはこれは悪いものではなくですね、十分にジャズポピュラー向けのリードとしてですね、硬さを合わせれば、吹いていけるというふうに感じる人が多いものなんではないかと思います。材質はですね、すごくいいものかどうかは分かりませんが、いわゆる悪いものではなくて、
こちらの激安系のリードであったり、ジャムのリードなんかも、まあこちらはあのカットは上手なんですけれども材質がすごく良くないというふうに感じるんですが、低価格帯のですね、あのいい材料を使っていない足とはあの一線を画したクオリティになっていると思います。で、まあ、このリードのおすすめの使い方としてはですね、あのこのリード自体は、まあ、フレンチカットのジャズポピュラー向けのリードというふうに分類されていいと思いますので、まあ、そういったリードの中であのいろいろなものを試してみたいという方であれば、もしかしたら気に入っていただけるのではないかと思います。ちなみに硬さの印象としては、まあ、今回購入したのは3番を購入したんですけれども、この3番は、例えばジャマのレッドカットなどあるいはリコーから出している製品のジャズ向けのリードに比べても、まあ、個体差が結構あるんですが全体の印象としては柔らかいものになります。バンドレンの青箱で普段合わせている方であれば確実に1段階は上げた方がいいようなものであり、また他のメーカーの、ジャズ系のリードを使っている人であっても、キムズサックスのリードと比べて、キムズの方が硬く感じるというものは、割と少ないのではないかと思いますので、ラボズやですねセレクトジャズなんかを使っている場合には、もしかしたらキムズの方が硬く感じるかもしれないんですけれども、それぐらいの印象のものでした。非常に珍しい韓国人のですね感覚で作ったリードというものに触れてみる機会でありましたので、僕自身も実際に、まあ、この届いたものを手に取って吹いてみてですね、まあ、韓国の職人さんが作ったリードというのはこんな感じなんだという部分がですね、いろいろと何か心に残る部分でありましたので、そういった部分で興味がある方は一度試してみていただいてもいいんではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。これからもいろいろなリードのレビューやリードに関するさまざまな情報を発信していきますので、何か参考になりましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。